レオ一世は、東ローマ帝国レオ朝の皇帝。トラキア人のレオと呼ばれた。レオ大帝とも呼ばれる。レオン一世、レオオン一世とも言う。トラキア生まれで、トラキア人の帝国軍人であったが、東ローマ皇帝マルキアノスが没し,した後、帝国のゲルマン人軍事長官であったアスパルによって、皇帝として擁立された。このような即位の経緯から、地政前期のレオ一世は、 アスパルとその息子アルダブリウスの区靴に過ぎなかった。しかし471年、イサウリア族の族長タラシコデッサの力を借りて、アスパルフ氏を打倒し、皇帝としての地位を確固たるものとした。レオ一世は、ローマ帝国の共同統治者として、西ローマ帝国での主導権をも望み、467年にはアンテミウスを、474年にはユリウス・ネッポスを、 西ローマ皇帝と宣言して、西ローマ帝国へ送り込み、自らが任命したアンテミウスとユリウス・ネポス以外の、西ローマ皇帝を正式な皇帝とは認めなかった。こうした、介入の結果、西ローマ帝国は、東ローマ皇帝の介入から決別するべく、レオ一世の死の2年後の476年に、西ローマ皇帝の地位の廃止を宣言した。対外的には、 バンダル族を討伐するため468年に、規定、バシリスクスを指揮官として、西ローマ帝国との合同で大規模な艦隊を派遣したが、戦団の半数を失う大敗を喫している。この敗戦以降、東ローマ帝国の海岸は、バンダル族の襲撃に悩まされることになり、レオ一世は、バンダル族と講和するために、多額の賠償金を支払うこととなった。 474年1月18日、73歳で死去した。レオ一世は皇帝就任に際してコンスタンティノープル総主教によって体感された初めてのローマ皇帝であると考えられている。これ以降、総主教による体感は東ローマ帝国における皇帝就任の伝統となり、皇帝権は総主教によって正当化されるものとの認識が生まれ、 宗主教の権威拡大と政治介入という通兵を招くことになった。7世紀になると皇帝観光の場所は競馬場から宮殿、聖ソフィア教会へ移るが、並行して皇帝自らが後継者を共同皇帝として体感するようになった。この聖職者による皇帝体感という東ローマ帝国の風習は次第に古代ローマの伝統を押しのけ中性的。 ローマ体幹式の本質的部分となり、後にはカール大帝や夫一世への体幹を経て、ローマ帝国の西方領土にも浸透することになった。また、彼は法律を、ラテン語ではなく、ギリシャ語で制定した、最初のローマ皇帝ともされる。妻ウェリーナとの間に一男三女がいる。ありがとうございます。